ほんまに。だからもうね、なんて言ったんやろうな。イライラするときもあるやろうけど、もう、どうにか我慢するしかないね。もうなんかで気散らすか、とか。うん。なんかして気散らしたりとかね。どうしようもないからね、そういうパーティーは。パーティーじゃなくて、そういう人はね。不死で見えてますぜ。え、マジで？当たらん？マジか。弾回してあげる。はいはい。進路妨害、救助もしてくれん。わ、やばいね。で、パーティーやったの？ノラやった？ノラっていうか、一人やった？どうなんやろ。これ真ん中固めやね。山岡最強、山岡邸最強真ん中固め。まあ、チームがね、サージしかないから、真ん中でダウンしてくれたらありがたいんやけど、一番。血の恩恵で、でも下行くよな。まあそういう時はなんか切り替えてなんかやるしかないな。どうにもならんからね、そういうの。もうそういう変な人がおるんやっていうのはもうね、もう割り切って。パーティーで全員ライト持つで1人ダウンさせてもライトで全員でライト救助するので釣れない時があります。奥さんはそうなったらどうしますか？そうやね。そうなった時は、まあ、サバイバーは絶対ライトを救助させたいような位置に行くと思うよ。例えば壁際やったら、なんか壁側にすりつけながら担いだらライト入らないんで、まあ、その壁際に行かないとか、できれば広いところに行って3方向からライト狙ってくるとか、まあ、そういうのはあると思うんやけど、まあ、できるだけなんか遮蔽物があるとこに、体をすりつけて、壁とかね。うまい。壁をすりつけて、まあ、担ぐとかかな。まあ、でもね、個人的にね、3人、まあ、その回ってるか回ってないか置いておいて、まあ、3人とかライト救助来てたら、ジェネが絶対回ってないんで、まあ僕個人的には嬉しいと思うですね。あ、回ってないんやってなってちょっと嬉しくなるっすね。そのガン回しされる方が一番嫌なんでね。厄介というか。だからこれ壁とかに。ここフックない？ないか。ここもその、ライトを食らわないような、なんか、壁とか遮蔽物のところに顔近づけてもつるぐらいしか多分ね、対策は多分ないと思うね。まあそれがなかった場合は、なかった場合は、もう全員負傷入れて、なんならダウン持っていけるような、しないかか。OK。二つ目。全員ダウン持っていけるように負傷全員入れておく。全員負傷を入れれるだけでもね、結構なハンデなんで。二人パーティー。あとはノラです。二人パーティーやったんか。一、二、三。あれ、四か。あと一トークンか。待って、釣ってない人おるよね。釣ってない人探したいな。ガンガンあるでしょ。このみーちゃん釣ってなくない？このみー釣ってないよね。釣ったっけ？記憶ねえや。はい、こっちに来い。はい、オッケー。
オッケー。1、2、3、4。やっぱ4等手もあるわ。あともう一つ。シノン系破壊してくれたからガング。あれ、これと2回目か。誰が1回も来てないんや。恵まれる前にね、やりたいね。いきなり足跡が消えることはないでしょう。まあ、絶対おるでしょう。あ、これ壊してないんか。まだ壊してないんだ。いや、壊してほしいな。この玩具トーテム。この玩具トーテム壊してくれたら、めちゃくちゃ楽なんやけど。ペンティやりたいなー。とても壊してくれないかな。真っ向勝負ね。はい。さあ、釣っちゃう。オッケー。いや、壊さないか。あの飛んだ人の玩具ではなさそうやな。いや、壊さないか。ここにいたら壊せないんで、できるだけ離れておきたいんやけど、まあ、こだわりすぎてもね、ジェネがついて負けちゃうんで、あれないんやけど。まあ、ここらの3台で固めれればええかな。自分がビビったわ、今。ああ、クロちゃんね。これはもう壊してくれなさそうやな。これはもう、じゃあ、ペンティ、やっちゃいますか。まあ、一トップあるだけで変わるんでね。まあ、じゃあ、ちょっと着火させに行こう。誰が壊してないんやろ、これ。わかんねえや。まあいいや。まあちょっと遅延かけて残り1台なんでね。まあ壊されたらあれやけど。まあこの1トークンが強いからね。これ今ガング壊してくれたら最高なんやけど。めっちゃ医療キットあるここ。え、今壊してくれた？あ、ちょ、待て。待てこれ。待てこれ、ペンティメント5。5とかある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 。あるよ、これ。あるあるある。ちょ、壊さんで、マジで。マジ、ペンティ壊さんでほしい。これ、5トーテムあるぞ。3。前おるで。おったね、今、端っこ。4。さすがにバレちゃうね。よし。これ、5トークンいける。後藤くん、後藤くん。壊さんで、壊さんで、壊さんで。後藤くんの瞬間。初めてや。来たー！勝ちました。この試合、勝ちました。オッケー。いるね。ジェネマールンがめちゃめちゃ遅いで。まあ、あの人は這いずりさせておこう。その間通れるようになったかんな、ここな。
イエス。で、サーチで交代入れる。ひなあられさん、こんばんは。質問なんですが、たまにチェイス中に遮蔽に行ったり、行ったサバが真後ろにいたり、別の場所にいたりするのってチートなんですかね？え、そんなことある？そんなことあるんや。どうなんやろ、チートは僕はもうね、2回ぐらいしか見たことないかな、モバイル。DB2 モバイルは2回ぐらいしか見たことないけど、すごいチートやな。まあ、シンプルにラグで、タイムラグでなんか瞬間移動したんか、それか落ちてね。その人の、ゲームが落ちて、瞬間移動してるんか、まあ、チート使ってるんかわかんないけど、まあ、たまーにあるけどね、そういう、謎瞬間移動は。たまーに。うまい。まさかデススリで、ペンティ5が、完成するとは思わんかったな。あ、ミスった。さあ、ペンティちゃんはもう壊せませんよ。クロちゃん、どこで隠密してる？ずっと隠密してるでしょ、絶対。で、負傷直して、厚手で赤褐色かな。こんばんは、僕さん頑張れ。大好き、ありがとう。愛を伝えてくれました。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。やっぱストレートに言った方が本人に伝わるしね。めちゃめちゃストレートやけど。ありがとうございます。あれ、歌んのだるいよなぁ。さすがに無理か。まあ、いいでしょう。窓枠までワンチャン通ってるかな思ったんやけど、さすがに無理でした。やっぱでもリロード早いやつがないとちょっと遅く感じちゃうね。ずっと使ってるとなかなか。出たー、引っかからないやつね。てか後ろおったな、今な。まあでもデスリ使ってるとやっぱお楽しみも欲しくなるね。なんかいろんなパークが欲しくなる。あ、どうもそうやけど。あ、撃てばよかった。呼んで。撃てばよかった。いや、マジか。やばいね。ちょっと銃が、沼ってきてるわ。引き継がれてたらワンチャンつくかなーん。ちょっと怖いね。でも、なんと言ってもペンティ5なんで。回るんは遅いです。6回いない？ですよね？ 6 回いたね？よし。あ、1釣り、いや、2釣り目やんな、この人な。1釣り目の人を追ったらガング、あれやから。2釣り目ですよね。あれ、1釣り目？あ、あれか。別の人は壊してくれたんか。クロちゃん、照れてます？あれ、伝わった？照れてました。あれ、クロちゃん、どこ？また初勝負？また初勝負ですか？ここに出てくると予想します。来い。はい、出ませんでした。どこ出たやろうなぁ。うわ、めちゃめちゃ運いいな。これはやばいな。めちゃめちゃ運いいじゃん。まあ、日頃の行いが良しってことやな。じじ。じじー。